グランドプリンセスは、プリンセスクルーズが運航している、クルーズ客船。グランドプリンセス級の一番船で、1998年5月3日、イタリアのフィンカンティエリ社マルゲーラ工場で竣工。戦価は$4億5,000万。女優オリビア・デ・ハヴィランドによって命名され、5月26日より地中海クルーズに就航した。夏季は地中海、冬季はカリブ海に就航。竣工当時、カーニバル・デスティニオ抜き史上最大の客船であった。その後同型の2番船が2001年、3番船が2002年に建造された。詳細はクルーズ客船における2019年、コロナウイルス感染症の流行状況。グランドプリンセス船内における集団感染を参照2020年2月、同月11日から21日にかけて本クルーズ船に乗船した乗客のうち2人から2019新型コロナウイルスが検出され、うちカズトが死亡したことが明らかとなった。このことが明らかとなったのは本船が2500人の乗客を乗せてサンフランシスコに到着した時のことであり、検疫や乗員乗客複数人に対する PCR 検査を実施するため3月6日、現在、本船は入港せず沖合に停泊させられている。なお、同じプリンセスクルーズによって運航されているダイヤモンドプリンセスからも新型コロナウイルス感染者が見つかり、日本の横浜市で1ヶ月近くにわたって検疫が行われ、複数の乗客が死亡している。グランドプリンセスゴールデンプリンセス2001年5月1日、竣工。スタープリンセス2002年1月25日竣工。レポート、2フォーマーゲストホーム、AUS ベースドクルーズシップハブ COVID-19。The Maritime Executive、HTTPS、www.maritimeexecutive.com、アーティクル、レポート2フォーマーゲスト from US。ベースドクルーズシップハブ COVID-192020 年3月3日、閲覧。AB、コロナウイルス、What happens when cruise ship with exposed passengers reaches San Francisco? The Mercury News 2020年3月6日閲覧。ありがとうございます。